しいスープ作ったの。食べて食べて。ヤイヤもヤイヤもバンピーちゃんと一緒にチャーハン作ったの。私もみんなと一緒に作らせてもらった。なかなかの自信作だぞ。さあ食べてみてくれ。カタリナ殿も一緒に作ったのか。とても美味しそうね。いただくわ。私はまだ死にたくないから、カタリナの料理は遠慮しておくわね。え？おい仮面の姉ちゃん、骨と建前が逆になってんぞ。なあなあ、リンゴはねえのか。おいらやっぱりリンゴがねえと。お？リンゴなら確かまだ食料庫に残っていたな。じゃあおいらちょっと取りに行ってくるぜ。B さん遅いですね。どうしたんでしょうか。今の悲鳴は B 君？一体何が。それがしか見てこよう。バンピー殿たちはこのままで。B 君、さっきの悲鳴は。なんでもないぜ。ちょっとリンゴを落としちまってよ。なんだよ。どうしたんですか。そんなに B さんを睨んで。さすがにおめえは騙せねえな。危ない団長殿。 B 殿、団長殿を襲うとはどのような了見だ。そんなの倒すために決まってんだろう。オイラはおめえたちを倒して、オイラこそが最強だってことを全空に知らしめるんだ。そしてオイラが全空の王になる。どうしたのだ B 殿。何か悪いものでも食べて。もしやカタリナ殿の料理で変に。どういう意味だ。それは、その、私の口からは何とも。そういう優しさは犠牲者を増やすだけよ。はっきり言ってあげないと。あの、カタリナの料理、おいしいですよね。バッピーちゃんは味の好き嫌いは人それぞれだと思いますので。ん？とにかく話は後だ。まずは B を捕まえて元に戻すぞ。これ以上変なことになったら手がつけられなくなるからな。一切承知した。はっ、オイラを捕まえるなんてできるならやってみろよ。なんという力。オラ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 、ひれ伏すがいいんだぜ、ちっぽけな存在どもよ。君が二人いる。あそこにいるオイラ、あれはオイラの偽物だ。オイラはあいつに襲われて。ということはあっちの B が偽物。いや、そうとも限らないわ。
もしかしたら両方偽物の可能性も。それはありえるな。だがどうやって見分ければ、私たちには判断がつかないぞ。さすがオイラの相棒だぜ。オイラのことちゃんと分かってくれるんだな。間違いなくあっちが本物の B だと、そう言い切れるのか？なるほど。ではあっちの B が偽物ということね。B 殿の姿を真似てそれがしたちを襲うとは何たる卑劣。それがしが成敗してくれる。強すぎてあくびが出ちまうな。それがしの剣をいともたやすく避けると。今度はオイラから行くぜ。ついて取れるか。なんという重い打撃だ。このままではまずい。私たちも援護するぞ。みんな片付けない。どうしたどうした。こんなもんじゃねえだろう。やめろ、B 君の偽物め。一体どうしてこんなことを。だらだらやるのも飽きてきたな。少し本気を出すか。気持ち悪い。姿が変わったわ。みんな気をつけて。あのB ちゃんすごく怖いの。ふう、それじゃあ行くぜ。何が何でもここで止めなければ。分かった。ダンディちゃんもやっちゃうんだから。おお、これで動けなくしたつもりかよ。一瞬でも動きを止められればそれで十分だ。みんな合わせろ。我が王家お見せしよう。アイシクルナイル。この一刀を鼻向けとしよう。アマツ行進。It's
瞬で。へえ、さすがだな。手加減したとはいえ、今の一撃を防ぐなんてよ。だが、これで終わりだ。ここが、それがしたちの世界とあまり変わらぬようだな。ああ、だがそんなことよりも、今はあの B を捕まえないと。え？え？カタリナにフェリちゃんにジンさん？でも、みんなはあそこで倒れて…違いますね。あれはカタリナじゃありません。おい、ルリア！ビクーン！グーッ！つぶれる！おいらつぶれちまう！カタリナ殿、やめるのだ。こちらのビー殿はそれほど丈夫ではない。ビー君、ビー君、この抱き心地に手触り、これは違う。私の知っているビー君ではない。これはビー君の偽物だ。さよう。そのビー殿はこちらのビー殿、ゆえに解放してあげられい。ああ、しかしここまで似ているとはな。危うく騙されるところだった。お主ら、すまぬが、それがしたちに力を貸してはくれるか。あのビー殿は何が何でも止めなければならぬのだ。感謝する。ビー殿の力は未知数。夢油断はなされるな。未だどのような変態を隠し持っておるのか、それがしにもわからぬのだ。え、どのようなって、まだ姿が変わるんですか？当然であろう。何せビー殿であるからな。そのもしかしてなのだが、こちらのビー殿は形が変わらぬのか？はい。なんと、まさかそのような違いがあるとは。いや、考えてみれば当然か。ルリア殿も。私が何なんですか？いや、何でもない。とにかく今はあのビー殿を抑える方が先決だ。増票どもがずいぶん盛り上がってるじゃねえか。まとめて相手してやるぜ、
死にたいやつは順に並びな。楽しませてくれるんだろうな。冷静に対処しよう。そして B 君を探しに。さあここからが勝負だ。覚悟はいいか。このそれがしの自信感はもっと強く攻めてもらいたい。グラブル出る。見てろスーパーオイラの力。いくぜ。信頼にお答えすればな。グルルグルグラ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 おせー。大丈夫、 B 君がいれば問題ない。ブルブルグルオイラにひれ伏せ。これはこれで。よし。ブルッ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 。やっと。冷静に対処しよう。そしてビー君を探しに行こう。ブルッ。どうだ。グラブ。私が相手になろう。ブルッ。オイラにひれ伏せ。それがしはバンピー殿の眷属。故にバンピー殿のスープを無駄にすることは許せぬ。あのスープを飲めばバンピー殿がカプーってしてジューってしてくれたはずだったのだ。バンピーちゃん、あの人が何言ってるかよくわかんないな。ヤイヤ殿のチャーハンに関してもだ。ヤイヤ殿自らが調理したチャーハン、つまりそれを食べるということはヤイヤ殿の真心を臓腑に取り込み心身ともに癒しを得るというもの。そのようなとっておきのごちそうを無駄にすると。
対に許せん。じいちゃん、そんなにチャーハン好きだったんだ。それがしが、バンピー殿とヤイヤ殿に代わってビー殿をお仕置きいたす。言いたいことはそれだけか、この田舎侍が。やはりそれがしの力ではビードに頑張るのか。そろそろ飽きたぞ、遊びは終わりだ。ナムさん、立て、立つのだ。オナゴの料理を無下に扱う輩を、オナゴを泣かすような輩を、お主はそのままにしておくつもりか。状況はよくわからぬが、お主はそれがしなのであろう。ならば立ち上がるのだ。武士としての誇りを見せてみよう。だがそれがしだけではとてもかなわない。お主は一人ではない。ヤイヤ殿やバンピー殿、いや、この気球団の皆がお主を応援している。ヤイヤ、チャーハンいっぱい作って待ってるね。少し頑張りましょう。本当の本当に頑張るです。頑張りましょうね。フリー頼む。ここが意地の張りどころ。頑張れ頑張れ。おお、みな、してるわ。お孫たちにここまで応援されても、お主は立てるというのか。だが、それがしにはもう諦めが悪すぎるのも考えものね。頑張りなさい、私も応援してるわ。ああ、ロザミアさん、本音と建前が逆。ロザミア殿、もっと強い口調で。さすれば、それがしは、それがしは、なんだか怖いです。ジンさんじゃないみたいで。何を言っているの、ルリア。どんなジンだって私たちの大切な仲間よ。変な趣味、私には理解できないわ。しゃー！くー！なんて気迫だ。それにさっきとは比べ物になんねえくらい、すげえ威圧感が。我が願い、ここに成就せり。他のみんなも協力してくれてありがとう。これで多分大丈夫だろう。そこ！くー！
ビッグ、抱きしめて欲しかったのなら言ってくれれば、いくらでも抱きしめたのね。おいなし。ああ、これだ。これが私の求めていたビッグの感触だ。姿なら、なんとか逃げる。うん、やはりビー君といえば、この形だな。この形が一番かわいい。おいおい、これはどういう状況だよ。私がもう一人、何がどうなってるんだ。カタリナ、ビーさん、気がついたんですね。助けてくれ、オイラ。このままじゃオイラは姉さんに。ビーくん、ビーくん。これでいつも通りになったな。そうだな。これがいつも通りなのか。ああ、こんなのは日常茶飯事だ。オイラ、あっちのオイラに少し同情しちまうぜ。ダメか。オイラもやっぱり姉さんにはかなわねえの。あっちの B さんがぐったりしてきてます。ん、なんだいビー君、眠くなってきたのか。それじゃあ私の部屋で一緒に寝よっか。それじゃ戻ろっかビー君。じゃ私たちも帰ろうか。ユメ、こちらの世界に来て誠に良かった。それがしは実に満足だ。一体何だったんでしょうか。そうな。あれが、それがしか。それがしは己を鍛え直さねばならんのかもしれぬな。オイラってなんだ。オイラも鍛えればあんな風になれんのかな。気が抜けちゃいますね。いい天気、空も青いしね。あれ、 B さんはいませんね。どこ行ったんでしょうか。そうですね。それにしても本当に仲良しですよね。いつも一緒ですもんね。おい、お前ら。あ、B さん、どこ行ってたんですか。いや、別にどこにも行ってないぜ。あ、B さん、もしかして。なんだ。また倉庫でリンゴのつまみ食いとかしてたんじゃないですか。
ダメですよ。ご飯前なんですから。そんなことしてねえよ。それならいいです。あ、倉庫といえばなんですけど、カタリナとラカムさんが倉庫のお掃除をしないとって話してたんです。今なら時間もありますし、私たちでやりませんか？倉庫？ B さん、何か用事でもあるんですか？用事はねえけど、めんどくせえなって思ってよ。もう、そんなこと言って。ダメですよ、お手伝いしないと。ねえ、頑張りましょう。ああ、力が戻るまであと少しってところか。それまではこのままおとなしくしといてやるぜ。行きますよ。今行くぜ。ランスロットさん、大丈夫ですか？大丈夫だ。なんでランスロットさんが鎖でつながれてるんですか？誰がこんなことを。どうだろうな。え、わからないんですか？いや、それはきっと触れてはならないことなんだ。え、どういうことですか？そう言われてもな、俺から言えることは何もないんだ。すまない。よくわからないです。ロゼッタさん、イオちゃんとお買い物に行ったんじゃないんですか？あら、そうなの？もういいんですか？大丈夫なんじゃないかしら。その ああ、そうでした。まずランスロットさんを。あら、それは何をしてるの？新手のエクササイズかしら？それなら私も一緒に。サイズ？とにかく鎖を外さないと。いや、俺なら大丈夫だ。そんなわけないです。だってボロボロじゃないですか。大丈夫？はい、ありがとうございます。大丈夫か？はい、ロゼッタさんも支えてくれたので大丈夫です。そうか、よかった。ロゼッタさん、腰が腰が
どうしたんですか？大丈夫ですか？すまない、俺がこんな姿のせいで。違うのよ。別に腰を痛めたりしてないわ。全然平気よ。え、そうなんですか？それならいいんですけど、無理しないでくださいね。ありがとう。それにしてもランスロットさんのそれ、鎖は外れないけど壁は動くんですね。あれ？そういえばこの壁、どこの壁ですか？この倉庫の壁じゃないような。ああ、この壁ごと来てしまったからな。壁ごと？なあ、お前らもしかして。俺様のムーブから逃げられると思うなよ。ビーク！ビーさん、大丈夫ですか？お前ら、こいつが本当にこっちのビーだと思ってんのか？でもあの B さんはもう帰ったはずで、というかカリオストロさん、その格好は何なんですか？あ？ダンの推しキャラに選びたくなる可愛さでしょ？推しキャラって何ですか？それは…うわぁ、離せー！ウィーク！くそ、計画が台無しだぜ。あの、そちらの B さんはもう帰ったはずです。だから B さんを返してください。はん、B 君。あの、カタリナの反応を見ればわかるだろ。あいつはやっぱりこっちの B だ。こっち？そちらってことですか？ややこしいです。でもそれじゃあ B さんは一体どこに行っちゃったんですか？あれ、なんか声が。こっちから？
力が戻るまでの隠れ蓑が必要だったに決まってるだろ。力ですか？それじゃあもしかしてまた戦いに。ねえねえ、用が済んだならさっさと帰ろ。カリオストラ疲れちゃった。帰ろうね、ビー君。ほげ、待ってくれ、ウイラはビー君。じゃあ、かわいいカリオストラは帰ります。バイバイ。よし、俺も帰らないとな。え、帰るって、ランスロットさんもあちらから来たんですか？ああ、カタリナが B を探そうとする時空の歪みに巻き込まれたらしい。時空の歪みですか？骨盤の歪みみたいなものね。骨盤。ともかく邪魔をしてすまなかった。じゃあ、はあ。あ、もしかして。それじゃあね、ダーティーワープ。ロゼッタさんもだったんですね。何だってんだよ、まったく。もうこんなのはなしにしてほしいもんだぜ。それもそうですけど、今はそれよりこの倉庫が。で、どうすんだよこれ。どうせお掃除をする予定でしたし。掃除ってレベルじゃねえぞ。もう頑張りましょう。